日本の南の海上を西北西に20キロの速さで進んでいます。で、明日あさってにかけては奄美地方付近でさらに勢力を少し強めて非常に強い勢力となる見通しです。その後徐々に進路を東寄りに変えて金曜日から土曜日にかけて日本列島を西から東へと直撃する恐れがあります。で、この予報円金曜日土曜日と大きくなっていて東側に進路を変えてからの進路がまだ予想にかなり幅があります。東海3県直撃の可能性もまだありますので、備えることが必要となってきます。さて話を戻しまして今夜からの雨の予想を見ていきましょう。午後7時三重県南部に活発な雨雲がかかる予想です。明日朝にかけて動かして見ていくと三重県北中部の山沿いや西濃のあたりでも活発な雨雲がかかって三河地方でも活発な雨雲がかかりそうです。明日朝からはもう広い範囲で雨傘が必要になりそうです。さらに日中動かして見ていくと雨雲かかりやすい状況が続きます。局地的には滝のような非常に激しい雨の降る恐れがあります。夜にかけて傘は手放せないでしょう。予想される雨の量は明日夕方までの24時間多いところで愛知県と岐阜県は100ミリ三重県は180ミリさらにその先の24時間三重県では200ミリ多いところで予想されています。大雨による土砂災害や川の増水低い土地の浸水に注意警戒が必要です、はい。